皆さんこんにちは、今回四国お遍路文化推進企画の公式チャンネルを開設することになりました。まあ、このチャンネルの一番の目的は四国のお遍路文化を、ね、より広い世代の皆さんに知っていただきたくて、開設した次第です。僕自身がお遍路文化推進企画の、代表を務めさせていただいてて、そのきっかけはですね、自分が40歳の時に一回ね、人生をリセットしようと思ってお遍路をもうガチで回ってみようと思ったんですよ。とある組織、若い経済人が集まってるところに、地元のお寺さんの息子さん、副住職みたいな方がね、たまたま地元の高松のそういう組織に3人入ってきたんですよ。その彼らの力も借りて全部揃えたんよ。白装束の服、あとこういうかぶり物と、あと杖、あとお香セット、あとお経、読まないかんから、でそれを全部用意して、で農協長もなんか念のために2冊って言われたんよ。何の念のためにと思って、あと白装束も自分が着る用と、僕は歩いて行こうと思ったんで 2着買うたんですよ。実は塾もありますって言われて、それもすげえなーと思って、塾はいいわって言って買わんかったの。高かったんです。なんせ全部揃えるに3万ぐらい、スタートする前ですよ。でそれ用のね、カバンもあるんですよ。凡人が書いてある、へーと思って、結構遍路ってお金かかるんやなってまず思ったんです。でその次に、じゃあ回り方教えてくださいって僕言ったんです。正式には今日の一番からね。でなんで一番が徳島なのかって、いろんな説があって、お遍路は高野山のお弟子さんたちが、空海さん、弘法大師のお弟子さんの修行の場を巡ろういうことで、あっちから海渡ってから回った順番なんですって。和歌山の方から、そう大阪とかあっちの方から淡路島通ってきたから、よしここから回ろうってして回ったものが昔から記録として残ってて、後で付けられた順番なんだそうです。一説にはお遍路さんっていうのは、修行してるその修行僧がお大師さんの教えを身をもって知るために回るのがそもそものスタートなんですって。で今はこうやって交通の便がね、便利になって、こうやってみんな好きなように言うたら、バスツアーがあったりするわけでしょ。当時はそんなのなくて、で道ももちろん整備されてなくて、だからこういったの死を覚悟してくるから修行装束だから、いでたちなんですって。でそれが2、300年の時を経て、今こうやって我々の文化として残ってるわけなんですよ。お大師さんがどういうとこで修行したんだろう、自分を見つけるための旅だったんですって。これ4年に1回ね、御利益も4倍って言われてる、それウルー年、いわゆる2月29日がある年、その年だけはね、坂内湯って、香川県の大久保寺から88番から逆に回ると4倍の御利益あるって言われてる。で実際距離にして、これもいろんな回り方次第なんですけど、だいたい1400キロあるんですよ。一周回るに、で50日間が標準な歩き遍路、50日間らしい、だいたいね。それもそのお寺さんの副住職さんに聞いたんです。結構気合いるなと思ったんですよ。で僕は一応小さいながらも会社経営してるんで、半年前ぐらいから取引先とか社員とかに、俺は50日間ごめんね、会社休むから、家にもね、家族にも、俺も回るから、ちょっと帰ってこれないからということで、全部下準備してたんです。で僕はちょっとね、独特な回り方しようと思ったんですよ。僕はお大師さんの形にこだわりたくて、お大師さんは中国の青龍寺で修行してるから、同じようにそこからスタートしたかったんですよ。西安にある、青龍寺に行って、そこでからスタートして、いわゆるゼロ番札所って言われると、でその後上海の港から船で、これちょっと実際とちょっと違うんですけど、一応船で鑑真号っていう、この日本にね仏教を持ってきたって言われてる方の船なんですよ。その鑑真号に乗って、そこから香川県に戻って、お大師さんが生まれた、ご生誕のお寺があるわけです。善通寺ね、有名な五重の塔がめちゃめちゃかっこいい、善通寺が一応僕の中では本来の一番じゃないかなって勝手に思っちゃったんですよ。僕としてはだから青龍寺行って、船に乗って、日本に帰ってきて、その後もう一回香川、ここまではまあ普通の交通機関ですけど、
で自分が実際歩くスタートは僕は善通寺と決めてた、うんうん、で善通寺からこうくるっと一周回って帰ってくるプランを立てたわけですよ、はい、その時にねびっくりしたのがあのトータル予算ですよ、うん、これすごいですよ。まず物を揃えるに3万、最低3万ぐらいかかってるわけでしょ、はい、次農協庁、うん、それをね一箇所に押してもらうわけですよ、うん、一家事が300円、500円、500円か500円かどっちか、ね、でさらにその軸と服に変えてもらって1000円かかる計算だったんですよ。88家事で88,000円、もうここでも10万超えてますよ。でさらに宿坊取らなあかんじゃん、これも大体ね6000円からなんです。大体計算したら50泊なわけでしょ、約単純に計算して30数万円、食費がね1000円としたら5万でしょ。1000円はちょっと難しいわ、うどんでも多分今の時代無理だと思って、まあ2000円で計算したら10万ですわ。まあ単純に5、60万いります、はい、覚悟に、うん、さらに50日仕事を休むわけですよ。でまた体が持つかどうかも分かんないし、はい、でも当時は、ね、僕ね不安より楽しみのが多かった。だって昔の人たちは死ぬかもしれない覚悟で回ってたわけだから、うん、そう思って僕はその39歳の最後の日に飛行機に乗って高松空港から春秋航空に乗って上海まで、はい、そこからまた西安まで飛行機で飛んで、うん、で清流寺に行ったんですよ。住職さんに会って燃えたぎるお遍路愛、仏教愛を語るわけですよ。全員否定されたわけですよ。